ジアウル・ラフマンは、バングラデシュの軍人、政治家。1977年から1981年まで、大統領職を務めたほか、アワミ連盟に対抗してバングラデシュ民族主義党を、決闘した。書籍によっては、ジアウル・ラーマンとも表記される。ジアウル・ラフマンは1936年1月29日、英領インドのベンガル州、ボグラ地区、ガブタリに生まれた。 1946年、カルカッタの是非学校に入学した。1947年の独立の際に大移動が起こった時、パキスタンのシンド州にあるパキスタンの最初の首都である、カラチへ家族と一緒に移住した。1953年、大学に入学し、同年には主管候補生として、カクルのパキスタン陸軍主管学校に入学した。 1955年に陸軍士官学校を卒業し、クラスの上位10%でパキスタン陸軍の将位として任命された。カラチで2年間在職している途中、1957年とベンガル連隊に移動1959年から1964年の間に軍事情報部の部門で働いた。1960年に 当時15歳だったカレーダジアと婚約し、1965年、カラチで結婚した。1965年の第二次インパ戦争当時、300から500人程度の部隊を指揮しており、1966年からパキスタン軍士官学校の教官に任命された。しかし、東ベンガルで在職中の1970年11月に、 起こったボーラサイクロンの被害に対するパキスタン政府のずさんな対応から、ヤヒアーハーン大統領の独裁体制に対して徐々に反感を抱き始めていく。パキスタン政府は戒厳令を宣言し、1971年3月26日、早朝に東パキスタン分離主義者の指導者、シェイク・ムジブル・ラフマンを逮捕し、これを契機にバングラデシュ独立戦争が勃発。 当時ベンガール議員に在職していたラフマンは放送局を介して3月27日独立宣言を発表した。そしてマグオスマニ将軍の指揮のもとチッタゴンと熱帯油林地域の東パキスタン軍司令官に任命されゲリラ部隊を率いてパキスタン軍に複数回の攻撃を敢行した。以降、インド軍が介入し戦争は12月16日に パキスタン軍の降伏により集結した。そして1972年3月17日、インドの支援の下シェイク・ムジブル・ラフマンを大統領にした、臨時政府と国会が設立され、ラフマンは、バングラデシュで2番目に高い軍事勲章を授与された。シェイク・ムジブル・ラーマンを、火事から外すという深い陰謀と動機は、バングラデシュ内の外部勢力と、 内部協力者による暗殺のずっと前からかなり進んでいた。1975年8月15日、シェイク・ムジブル・ラフマン大統領とその家族は軍人との銃撃戦で暗殺された。ムジブル・ラーマンの閣僚の一人であり、主要な共謀者であるカンデカルモ支度アーメットが大統領に就任し、ケム・シャフィー・ウラ少将を解任した後、陸軍参謀長に任命された。しかし、 8月15日のクーデターは、バングラデシュ軍隊の中で不安定と不安の期間を引き起こした。軍の規律は完全に崩壊し、ラフマンを排除するために、別のクーデターを求めて移動したため、JSD とタハ派中佐に支援された兵士を武装解除することは困難であった。ラフマンは、バングラデシュ軍で規律を回復するためには、反乱による混乱をしっかりと抑制しなければ、 ならないと考え、JSD とこの場比にを取り締まった。アブタヘル将軍は1976年7月に死刑判決を受け、他の政党の人物には様々な懲役が課せられた。この過程で軍部内の革新勢力に浮上したラフマンは11月19日に会言司令官となった。1977年4月21日に アブサダトムハマドサイム大統領の辞任に伴って、ラフマンは7代大,大統領に就任し、初期にはクーデターを備え戒厳令を宣言し、メディアの検閲とすべての政党の禁止、反体制派の逮捕を軍隊に命じた。1977年9月下旬、ダッカ日光期ハイジャック事件が発生した際に反乱が起き、10月2日にはダッカでも第二の反乱が発生して、 ラフマンの居所を攻撃したが、失敗し、しばらく、ダッカラジオ局を占領した。そして誘拐犯との交渉中、シャージャラル国際空港では、空軍将校が殺害され、これをきっかけに、ラフマン政権の無力さが大きく現れた。これ以降、ラフマン政権は強硬な対策をとり、全国の泥棒、密輸などの組織を厳重処理、警察の確保政策などを行った。 その結果、バングラデシュ警察の規模は2倍になり、軍の兵士の数は5万人から9万人に増加した。1978年、彼は、フセイン・モハンマド・エルシャドを新しい陸軍幕僚長に任命し、中将に昇進させた。彼は、政治的野心のないプロの兵士とみなされ、インドのソフトコーナーを所有していた。静かにエルシャドは立ち上がり、 彼の緊密な政治軍事カウンセラーになった。1981年、彼はムジブルの娘シェイク・ハシナをバングラデシュに連れ戻した。外交ではアメリカ、西ヨーロッパ諸国などと密接な関係を維持した。また、他のイスラム教の諸国と関係改善に努める一方、インドとは一定の距離を置いた。そして、憲法にイスラム教徒の役割を大幅に増加させ、 憲法を改正して、イスラムの国の役割を強調した。暗殺現場となった、チッタゴンサーキットハウスラフマンは、国民から全体的な支持と信頼を得ていたが、野党と軍隊からは反対者に対する無慈悲な粛清と、改革を批判されていた。そして、ラフマンは、BNP との間の政治的地域紛争の解決のためにチッタゴンでツアーを行っていた。 最中の1981年5月30日、ジッタゴンサーキットハウスでボディーガード6人、側近2人と一緒に陸軍将校たちによって暗殺された45歳ボツ。国会議事堂で行われた国葬には200万人近くが参加したと推定されている。ありがとうございます。